麻雀ファンの皆様いかがお過ごしでしょうか本日は第三十九期宝戦 a ンリーグ第三節英卓の戦いをお届けしてまいります実況は私浦橋隆史がそして本日の解説には藤島健次郎プロにお越しいただいております藤島さん今日はよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますはい、えー、では早速本日の出場選手を紹介してまいりましょうまずはチーチャです、えー、現在プラス五十二点一ポイント第三位広柴田続いてナンチャです 現在マイナス64.8ポイント第11位ひと深夜続いてシャーチャーです現在プラス16.9ポイント第4位前田直也最後にペイチャーです現在マイナス26.2ポイント第10位藤崎聡以上の4名によって本日の対局が行われます2節終了時の成績表をご覧いただきましょう はい、本日は三位柴田四位前田、十位藤崎、十一、一対となっております。八位の藤島さん、はい、今日の見どころはいかがでしょうか。そうですね、えー、上位二名と下位二名という、はい、図式ですよね。うん、まあ、今日は、ええー、十七期三名ですね。はい。藤崎さん vs. 十七期。はい、まあ、特に一対さんはね。 えっと、ええ、まあ僕と一緒に上がったんですけど、まだ初日が出てないし、ね、足り合わせてゼロですからね。はい、ま,まあ僕が言うのもちょっとおかましいんですけど、ええ、あのまあ初日出るかという部分と、はい、まあ藤崎さんの巻き返しにもちょっと注目していきたいと思います。うん、はい、ありがとうございます。では対局の準備整はい整ったようです。第39期放線 A1 リーグ第三節 A 卓1回戦当杯の開始です。 本日の立ち会い人藤原隆昭の回数によって1回戦が開始となります改めまして1回戦はちいちゃから柴田一対前田藤崎という並びですさあとンの1局ドラは9万となっておりますえ藤島さん今日は改めてよろしくお願いいたします、はいはい、さあ今日も え立ち合いに見習いとして柴田義一がいてこれはまさかのまた柴田と柴田の構図になっている柴田の後ろに柴田がいるいきなりそこですか結構ねこの前もあったんですよ柴田と柴田がわざと選んでるんじゃないかというやつもありますけれどもさあハイパイの方はいかがでしょうかドラは9万ですね。そんんなななにいいかう 1> あ第1だリャンマンでしたね藤崎さん、はい、柴田がダブトンが統一ドラが一枚ですかそして、うん、おっと一<あ>ついが,がさあいきなりダブトンから行っトンから行きましたねこれはポンチュンからじゃないんだね一ついさんも先に打った重なる前に、うんえー、打ったというようないい3点ですねはい。打点がないですね両面ならばマリチに行くのかどうか ドラ引きにも対応することはできる手配ですね。うんはい、さあ、ダブトンポンした柴田はこちらの形、ドラを使ってね、5800から1万1600という手配を目指していきたい、そして前田もいいじゃないですか、2か、ね、二面詰めが完成、ただ、打点が若干不満かこれで2差しは狙っていきたいですね。はい 泣いてはいるものの、柴田も、えー、まだ1文字しかありません。ねはい、さあ前田はジャン刀がない形ですね。あ前順に打ったはずを抱えましたね。はい、安全度ということでしょうか、うん。1はちょっとやってないな、藤崎さんも。1>, 1はね。うん、あこれで一応、ドラが使えるけど。 両ンピンではなくこれはスーでしたがチーソーそのものが結構よく見えるはい、まあ、はいはい本当ですね、うん、なんで筋にしといて筋にしといて藤崎から、えー、出ることも考えましょうとう、ね、後々の狙い目にしたとい,いうことですよね,これ,すねこれははいなかなか泣かしてくれないですからねうーん、まあ、A1 リーグの中でも藤崎 まあ前田もねあのかなり守備に定評がある選手です,です、ね、あっさり三章編見切っていくさあ柴田チーマンを引いただけですローピンも一応引いてますか来ましたこれはリーチ打つと思いますよパーマン切ってパーマン切ってリーチですよパーマン切ってリーチに行く一ついそうですねダブトンから行った顔を立てるような形ですねいこれは一ついは一節二節とマイナスが続いております 藤島選手も含めて A1 リーグの選手からはね <laughs> 去年共に戦った選手からは何をやってるんだという声が非常に多く聞かれて<や>、えー、非常に多聞か,、ね、聞かれてないですよあラスハイのさあこのパーマン投げたのは大きいですねしかし高めで決めてきた一つリーチツモいーペーコで千二千。いいスタートです、うん、これはねトンキってすぐ泣かれちゃった時は はい、やっちまったかなみたいなとこあったかもしれないです,けどありますね当然全然、積も上がりできたらこれ最高ですねはいさあ、まずは最高の出だしとなりました一杉晋也17期生です17期、多いよねはい今日はこの会場に4名の17期生が <laughs> おっと、これは一杉かなり手が震えているぞ 緊張感が見えますね、一つい。たつやさんね、元々結構、はい、そうですね。あの第一節は全くなかったんですよ。ううあ,すね、あ、なんか本人もそういう。はい、緊張してなかったとも言ってましたし、こう手の震えなんかもね、あまり見られなかったんですけれども、うん、やっぱりね。今ね。 いい上がりでしたからね、ちょ日はいけるかもしれないぞっていうむしゃぶりにも見えますよ藤島さんとしては一ついさんに先に初日を出されるとちょっと熱いところが大るんじゃないかなと思いますけど、大丈夫ですか的にもここれ今日ねねねななんんんてててて先行ししまますすすすかからといいいいいがが負け思っっるじゃでででご人人たのさ はい、10枚ありましたかうんた,ただ一つも負けてないですよこれそうですね全員で、ね、3層引いてグッとはい3、はいね、層引きはねとっても嬉しいです前田さんもいいですよなかなかドラが1枚あります前田、うん、あスーピンかうれしくないな面白くないですねスーピンはつむぎっちゃいますそして柴田もドラを引けばもう打点は十分ド引きはちょっとやるる気になる ここで自牌をションパイの方から打っていきます。三色があるが、白で目いっぱいかな。目いっぱいです。さあこの曲は四車ぶつかりそうな手牌ですよ。そうですね。ここでピンズ切っちゃう？いやーそれはない。まあ一色の場合は陳逸までっていう,うところがあるから、ですか自牌は。 手に残さないんじゃないかな、はい。これはチーマンチーマンパーマンか六<お>ブロックか。なるほど。うん、六ブロックで一二三狙い。一つは六ブロック派。まあこれはね結構手役が見えるんで、こうぶつ、ね、選手の方が多いですかね。まあいろいろありますよ。シ<ん>ートイツもある、はい、あるから。そうか、うん。勝又さんなんかはチーマンキューも先行きそうだし。なるほど。 健次郎さんはどうですか僕も多分マンキューマンにななるかなこれはーチートイツやっぱチートイツがあるんでチートイツがあるからいか、ね、はいそうですね、うん、分かんないでもそのね手役に関して一番いらないターツのポジがねこのカンパーマンっていうターツの、うん、この部分間違いいいと思えばちょっと難しくなるはいうんわあ引きましたよ引きましたここで一気に進か一気に行く。一気に行く

まあまあ一応藤崎以外には九万の方がよっぽど残しやすい範囲ではあります三ピン食い取られた痛すこの三ピンは痛いこれなんですよおい親父っていう顔しますよ親父何チーマンがてんだ先にマン打っとけばですよそうかカラレバがあるとしたらですけどね3万のところでチーマンから打ってれば今頃イースマンのイースマンのピンフ三色天敗リーチ打ってますよねそれがそれが もう三品は山に1枚しかいなくて一応1枚あるのかマンガンの天これ藤崎マンズの通フローですからねこれ自配が全て出てるんじゃないですか白髪チュン本当だ本当だ、えー、これ陳逸間違いなしですよ天杯かどうか分かりませんけどすごいね確かに1000種類2枚切れ以上 あもう、じゃあもう、ね、もう陳逸間違いなしじゃないですか、まあ一応、統一合いのパターンもなくはないけど、3ピン、数ピンあたりの手出だしから考えると、はい、だいぶ陳逸に見える、数ピン、数ピンが一応、統一落としだったわけですもんね。ねとなると、やっぱり、チートイツは見てなかったってことなんで、陳逸が本命にやってきそうですよ、本命になりますよねいやー、これは全員要警戒ですね、藤崎のことですから。ですよ。 これはだいたい転廃してるだろうという読みで来ているけど一応地位点マンズマチ入れときます、うん、まあ瞬間芸みたいなやつですねさあ瞬間芸広柴田 <laughs> 今日はちょっと可愛い髪型になってますね柴田はあちょっとすっきりしてますね、はいはい、そうですね可愛いいちょっとかわいらしいですね、まあ、柴田さあ前田イー、e、マンもウーマンもどちらか打つ形ですが当然打つわけないと思われますので えー、ウーマンが山に1枚、1> イーマンがね、これ、二山,二山ですよね、一、うん、つの三品がまだ1枚あるならば、なんとかなるかもしれない、うん、藤崎は間違いが、虎だ、まあ、つもぎり、ね、つもぎっていく、うん、さあ、本物が間違いないです、ああ、無理ですね。 どっちも無理ですよとてもじゃないけど切れないでも一筋さんもいるってことか難しいけどでもそれも連想ですねいくら読みの鋭い柴田でもこれはノーチャンスの2枚切れ唯一マンズで打てる範囲です安杯ですね当たる可能性がゼロ安全図重視でいきたいところですが 手配、はい、だけ見ればウーピンあたりはローンされづらそうなんですがピスーピンの方が、はい、これももう一回、量層になりそうだもしか三3層もあるか、ね、ここはリアンーなんとか天敗入れたいぞ、一つい。 いい<あ>シャンテャン,テンいいまんまだ2枚ある状況的には変わってないように見えます,す、ね、状況変わらずこうやって両面ならもうね3分のイースーマン、うん、リャウンマンサブローマンですもねそうですねだめ、ね、だなこれは無理だな一旦イース当あたり打ちます 親番ですからね、天杯でどうかあら、まあまぁ、あ、同窓ぐらいはね、いっちゃいましょうか前田さんもね、まんず系があるから、ほとんどやる気はなかったはずですけど、はい、一応、2万が1枚ある、うん、これは3走打つか、ピン打つかうーんと、相撲ンがないのか、ウーピンかな、モバンないのか、じゃあ、一つにも通っている範囲をウーピンですね。そうですね さあ1つい、転敗してもどうするかですがしませんでした。いいここ、e、ピンあたりでいくのかさあ、前田いるぞ、リャンマンがひょっこりいません、これは大丈夫、転敗取りきれそうです,すか、ね、そして、背廷が藤崎、今いる、いっと<や>、これは,これはち,ょっとちょっと待ってくれ、考えたいぞ。 で2万つもぎると一応前田さんに宝珠になってしまういやどっちいい、えー、まんかさすがにさすがに恥にかかってる方にしたこれはなんとかお <laughs> おっと危ないと <laughs> さあ前田藤崎の二人天敗です前田もね粘って天敗入れたのは大きいですよ アトン三曲前田のエヴンです一本場今日もいい傾きを見せていますイーストネクタイがねちょっといいグラディエーションをね出していますよ前田尚也ドラワイーマン白が統一 なだけです。あんまり、ね。前田さん好みの手配ではありますけど。僕も好み。前田好みではない、藤島さんはね、役があれば。ああ、そうですね。結構いい。そうなんです役が欲しいんですよね。役が欲しいから、ついつい泣いちゃうっていうだけで。それ泣きたいわけじゃないんですよね。そうなんす。はい、勘違いしました、私。わけではないです。ああ、嬉しい。これは全然嬉しいです。ドラ周りもね、三万がありますから。 どのぐらいに手配なればね勝負点りなりうる状況ですか藤島さんどうなんですかこれペンチーマンとかペン三層とか結構ねネックなところがありますけど仕掛けていきますかいや他もね具形だからね難しいけど体がチーといういや言わないんじゃない言わないですか現状じゃ言わないんじゃないさあ柴田イーシャンテンですか シャーチャーかうャーんシャーのポンテンもじゃあ取って取りますかねこれはそこ出るかいや初からですああ今、ね、切られた初を、はい、合わせていった形ああここでペンチーマン,払ン,ーマンを払う三万マを残していく藤崎は一日3の3色だ、うん、3色ドラも1枚ある 安全度だけど、まあ、スーソー引いたらねこれシャーシャーっていきたいですもんね,そうですねスーソー引きだけはシャーシャーっていきたい手なんで、はい、ってことですねん、一対いシャー打ちませんよ一対がシャー打たないとお前田さんにしちゃってお三番<ー>引いたじゅん,これんちゃんまでありますからねあこれはね勝敗なんで三相になりそうだな足場さんはおー わがままトーンを打ってもいいですかだめですか数層来るの分かってればね来るかもしれないじゃないですかあポンと取りましたね来るかもしれないだけで来るかもしれないぐらいじゃね残せないとそんなかれる方がちょっと嫌ですね間合いとしてはねさあ一ついはドラもないけどねここは柴田の町は6級層。 さあ前田達選択はどうするかなペン酸素払いあチーピンにした安全度なのかまあまあでもこれローピンの受け入れは減ってないですからねうそうですねああドラのいいマンちょっと荷物一旦馬まあ6級層結構いるなこれは上がりになりそうじゃないですか六枚山に 5, 5枚かあーあ<ー>これは北條だ,ここださあ柴田の上がりは車線は1300の上がりです淡々と進んでいきますさあ柴田を見つめる柴田いやそれ <laughs> 柴田はね柴田は背が大きいからはみ出しちゃうんですあ<ー>あの立ち合い人席から <laughs> 柴田1 9 0ンチぐらいありますからね<構>そんなないかもうちょっとええー 最高位戦の竹内元太プロを見てはい、はい、僕より大きいマージャンプロを久々に見たみたいなこと言ってましたけどね。僕と多分同じぐらいですか柴田さん同じぐらいですね結構ね、あのー、見られてる方は麻雀、あの座ってやるんでどのプロがこう身長が大きいとかといん、ね、あんまり、ね、あの分からないんですけど A1 の中では多分藤島さんが一番調子長身ですよね。うん、僕もなんか 実際にお会いするなんか、はい、一般の方とかにでかって言われますね、んこんなでかいと思わなかったみたいなことはよく藤島さんと,あと,だと柴田さんですよね、あと森山会長とかもかなりいいね、長で,で滝沢さんとかも、滝沢さんも、まあまあね、たっきも意外とね,身長,ね身長高いんですよ。 まあマージャンには全然関係ないです。マージャンには関係ありませんけど。さあトン四局は藤崎のエヴァンドラは九ピンです。ね柴田が単ピン系でまとまりそうな手牌。<あ>そして一対パーソーでシャーチャだ。シャーチャか。一枚ね出てる。一枚吹かしてるから。二枚目はポンですね。勝負手にしたいですね。一対三。 ね、チーピン引けばシャンポンリーチなんかが十分有力な手配ですよね、うん、しそしたらシャアンこってもリーチまであるかもしれないねペンチーピンで、うん、確かにさあ柴田も3枚引いたぞチーそうかローマンを切る手っていうのがあるんですか、まあ、あるはあ,るありますねただねドラターツなんで一応ペンチーピンが、はい、うわーローマンからいったこれはあれじゃないですか ソもう1枚きたときに,に3暗好系を狙うですねあとチーマンを裏目ったときでも減点の6球は残して7893色が残るとドラのキューピンお荷物ですこれはいらないただ重なったらねこれ痛いですから安全牌の箱を使っていく柴田 おこれ2層、2層じゃないですか。パーソー9層でいいですか ?9 層からですね9層から。何でですか ?1 枚切れてるから。1枚切れてるんで重なりやすさパーソーではい。たいでさあ、1ついここで見せるか去年は国士無双上がっているぞ。1ついい。あパーマンないじゃないですか。パーマンもないね。シャアがあるか。 チーピンはどうなんでしょうかチーピンもありますねチーピンはね結構いるのかうん三山かな現状俺は一ついいチャンスです、ね、ペイじゃないペイは一切れ 使えると、変えますね、パーソーも2枚ありまして。いやでも、チーソー残し、結構見ます、ね。いやいや、本当ですよ。これって、だから、シャアのポンテンを取った後に、トイトイ変化とかも狙えるんですよね。確かに。シャアポンからのドラ引きとかで、ハンマンルートとか、まだ残るとかがあるんで、はい、結構、このチーソー残しはい。いい一手ですよね。いいじゃないですかね。うん、パイ効率だけいけばね、当然チーソーを紡ぎった方が、広いのは広いですから。はい このね手役を作るっていうのが一、ねはい、つ位もかなりの高打点派ですから、はい、これをね見ていたのを見事にチースを捉えています,そうです、ね、柴田さん今ドラ切りましたねはいドラの9ピン打っていきました柴田いいシャンテンこちらは親番の藤崎です二面つできているさあ楽しみな手配なのはこちらシャーチャーの一つ位僕は残せないな ちょっと難しいですねさあ前田もドラをここで切っていくいいシャンテンですさあ藤崎もいいシャンテンにあったん？失礼しましたリャンシャンテンでした騙されましたね騙されましたはい。こういうのが何回もあるあ、チーマンかこれはつも切りになるんじゃないですか持ちやすければねペイ切るけど そこまでね、まあ、ウーマン自身で3枚持ってるんで、微妙なところではありますよね。うん、さあ、藤崎山田、リアンシャンテン、柴田もねペン3ピンが苦いもう来るし、文句なし、なしお見事一ついこれ積もったら3 0 0千ですから、3006戦、謝山市。ただ普通の人は 普通の人っていうかパイ効率で言ってると <laughs> 500銭を積もってる可能性があります <laughs>、うん、そうですかねただ、うん、その先には3006銭があるかもしれないそう,そうですねええ出上がりもこれは6400じゃないですかですね,ねえ十分ですよ前田さんはチーマンを抜いたチー,抜チーマン抜くとパーマンちょっと危ないかもしれないいあれも現物じゃないですもんね、うん、前田はそんな甘い男じゃないですよそうかいやだけどさ 現物ありますもんね、数ピンとか。あ数ピンあるね、はいあ。ちょっと変速点に見えてますね、ねこれは。だって、ローピン、<の>スーピンからの切り出しで、うん、最後は一切れのペイですもんね。パイ<輩>はペン,ンペン3ピン、これが1枚かな。1対1。1対1 現物ではないですからねうん、うん、これ簡単に出る範囲ではないですよ一ついの方にペン3ピンがあってもおかしくないステー範囲に見えます万3三切,切れか、うん、さあ前田は折り切ることができそうですよなんも現物になったあここでねギブしましたね前田さんもねはい 藤崎ンイーシャアンンじゃないか、初かこれシャアどうですか柴田が掴んだ場合いや打ち抜くと思いますよ、す田だってうん3走も一応筋だけどね通ってる範囲じゃなかったからね、うん、どういう読みを入れているのか一ついつもってくれないかなこれねチーソー捉えたからには見せてほしいですよ。 柴田も来てそうなんで、ただパーマンがね。ダブルワンチャンスになってしまいます。いやそんなのでは打たないですよ。ダブルではないか。ダブルではないか。六万。六万が、ね、違うの。四切れだよ。ノーチャンスというやつです、ね。ノーチャンスの一枚切れ。止めたね。まあ、スピンが現物、次が危ないですよ。だから次が危ない。あ、三ピン引いたよ。次が危ないけど引いたから、ね。これは柴田が競り勝ちました。ツモイペイコーで五百戦。 お見事ひとついのシャアはまだ山の奥深くにおっとひとついちょっと不満そうな表情俺、うまくやったいやひとついさんあなたは今うまくやりましたよ <laughs> 見せてくれましたチーそびきお見事でしたがそう、ね、こういういいプレーは拾っていかないと柴田がいい押しでした筋とはいえ、うん、簡単には降りない男広柴田。 また過去にダブルリーチに対して押し返して数安高短期は上がるという多分10年に1回ぐらいしか見れないプレーをー見せておりますさあ難入です柴田が今の上がりで原点復帰で非常に平らなですねはい状況で難入となりますドラはウーピンもっと藤崎がまずまず整ってますはいまとまっている ただ柴田がドラのメンツができてますもんね、しごろまで見えるぞ、うめちゃめちゃ高くなるくなさあ藤崎は、まあ、ドラをとにかくね引いていきたい,い,きたいで一つは今回は苦しい、これは結構苦しい、ドラがポツンなんですよね、自敗から打っていく。 今回の箱からねなるほど。なんはねダブなんですが、うん、チーピン、ドラウケができましたよ、ピね、E ピンが3枚切れということですね、なるほどンジャントー・コとイと。痛い、痛い、この白があると、ちょっと気が楽になるんですけど、さあ、前田はターツができていく、リャンマン。

またもう自牌の切り順です。ここはトンから。ハクを返してくれ、うん。メンツ手寄りですもんね。メンツ手寄りになってきました。ドラ,ててね、ドラじゃないですか。これは四枚目の、じゃない三枚目のドラ。 三郎さん、あんまりピンフドライチリーチするイメージないんだけど <はい S 1> 先手の時ははたまにリーチ打つのかなねリーチ打たないわけではないですよね、待ちによる、イースマンだったらリーチ打つとか、今、握れか、親の現物。親の現物になったらイースマン残りは闇点になりそう,うーむしろ三郎層だとかなり場に高い相撲すまちなので、リーチに。 逆に行くっていうパターンも考えられそうですがどっちでも闇点なのかな藤崎さん現状どっちも闇点よりに見えます分かんないこれも一杯には構えないですねなるほどねさあ来ましたよ両面ターツが増えてくるおオロチが見えます一気に 引き締まってきたさあ藤崎、サブロソ、イースマン柴田はまだイーシャンテンですなるならしごろなのまだレアンシャンテンでしたあ、まだレアンシャンテンです失礼しました目いっぱいですここは目いっぱいローマンじゃないどこ,こはパーピンからああパーピンですね 関連そを引いて前田いいシャンテン。うんなかなか両面引けない藤崎うん柴田も。済まないです。ここで取りもしますか？はい。い自敗を2枚持ちました1つイ。ーマンこれは藤崎が欲しいんです。3枚切りになってしまった両面引いて。 3万切りがあるか想像がいいわけではないからねあ,あでも3万切りになったじゃあ,あの打点の要素を残したということですねあっこれでしゃ選択ですねレアンファースト2度受けと6球ピンの選択おっ単オは保持とへえ意外6球ピンターツは残すかなと思いましたがこれね6球ピンほとんどなかったんでほんとだよく見える きと悪い逆に逆にね一枚も出てないから悪いパターンで読んだのかもしれない。はい。三枚。ツーブッになった。ツがあるぞここで何を打っていく。ツがある。先輩だ。先だ。ペンチそうや見て。いやいやいや変速上面チャンデリ一だ。 リャンマンが狙い目ってことでれはね、リャンマン悪くなしと、そしてチー、うん、してパーピンでしょう、チーする以上はね、パーピン打って、現物待ちと、はい、リャンウソ待ち、<laughs> 前田のウソが若干、若干ですが、本当に若干ですよ、いやー、だめだ、これは、ね、粘れないか、一筋と思えば、なんか、藤島さん。 一応座ってるのは前田ですよ。そうなんですけど、二人に囲まれてやっぱり藤崎さんのリーチですよ。はい。うんで、リャンソーが決して現物なわけではない。<laughs> うわあ、でもここは行った。<laughs> 一気通貫にシャンテンの前田。柴田が川島スターヤドライチ2900。二人にね受け切れる牌がなかなか当たらなかったです。 ベタ折りになっちゃいますもんね。そうですね。はいくことはできましたけど、前田で止まらないなら誰でも止まりませんという認識で私は言います。<laughs> さあ柴田レちゃん、何一局一本場ドラは一万。こうねやっぱ柴田って。 こう競り合いみたいなめくり合いみたいなのに強いイメージありますよね勝負強いというか、はい、もちろん技術もトップクラスなんで,はなんですけどそれに、ね、あの強さも兼ね備えていると本当に藤崎は4統一、柴田のハイパイドラのイーマン使い切ったらまた打点も見える。そして一は ソーズが若干多いけどここはを打っていきます前田はね、うん、1>, あの1回戦はちょっと調子が悪いんでいつもなるほどこんなもんですよ。<laughs> あさあクが重なって1枚切れそうシンプルにここは多ツを決めていくといいますか。 僕が一枚切れ。これ出るかもしれない。です、ねね、はい、タイミングで出た。なね、稲城に見えます。ポンしてシャー。で目一杯でしょう。はい、イシャンテン。まあ、うん、そも選択だけど。きんさんこれはでも、相当ね、柴田が形。いいですからね、スー。ピー引いちゃいましたか。 あもう統一手の方で下茶の親が仕掛けてますから、そうですね。ちょっと受けつつという選択になるのか。まあ、さあ前田がいいシャンテン。に泣,、ね、泣きとはいえですよね。本澤、はい、さんも自身がドラがないから、やある程度は慎重になるとは思う。ま、ねうん、あでも数ピンとかはまだ打っていってますね。手のはい、て手,手の指が全部タイヤなんですよ。だから絞れたくても絞りきれない、はい。 絞れない、これじゃ絞れないよウーピンあたりをぽろっと。で、か。こが絞りましたよ絞った、まあ、メンツでもありますか。ですかね、う1層が若干通りそう。はい ここはリャンピンを今取ったリャンピンを落としていく前だリャンカンになったぞ七八九の変化の方を見ますいやここはでも現物が九ピンですからね,ーうねウーピン引き戻し引き戻しじゃないウーピンを引きましたうわーどう重たよこれは一番嬉しい転廃するより嬉しいんじゃないですか藤島さん、ね、1500の転廃するよりははい。 コッパーのいシャンテンの方が嬉しいですね。さあ天敗一旦一旦急って数走引きに。急走ギリ闇点かな,かなと思われます。はい。ギリギリすり抜けているぞ。うん、ああでもローソーが合わせられていいタイミング。柴田にとってはタイミングがいい。うん、でス、ね、チーマンこれが薄い。でも薄いのね。チーマンなし。 スーマン3枚あるから 3, 3枚は十分ソーズフ風呂だから小さは打ちやすいーズはもうなんか待ちにはなさそうな捨て <laughs>、はい、まあローピンローピンですもんね普通にいけばこれはまん、うん、両面ならマンズがかなり可能性は高いように見えます,す、ね、なので前田はマンズを引いたら回っていく可能性が高い そして藤崎、チートイツのイーシャンテンそうですね、マンズの両面に見えますね。はいんんまだったらね、これ、マンが打てないし、ウッパーソンはまだなんとか打っていけそう,うん、まあ、実際、ションパイのンも結構打ちづらく見えるかな、そうか、ションパイもそうですよね。前田、ひょっこり甘露奏がなんと、なんとなんと。 2枚 2> 2枚ある 1>, まあ1枚打たれてますけどね。1ーピン、まあ、通りそうではありますけど、ね、ただ手配にあまり価値がないっていうことはあると思うんで、ねはいます。 数相も上がった,い,たいやー、柴田、ドラを重ねての1500のいいシャンテン見事にここは、ね、2000オールドラをね、簡単に切らなかったのは、ね、かわしてだと思えば自敗を残してドラを切る選択も全然あったと思うんですが積極的な判断が2000オールの相撲上がりとなりましたいや、めちゃくちゃ嬉しいね。ははいドドラドラで2000はオール レンちゃん日本馬、ドラはペイちょっとね、こうなると柴田もノリノリになってくるタイプなので,なでこの辺りで親は終わらせておきたい一ついは、マンズでいいペーコーが見えますね白、こちら前田、関数相大一相撲でズバッと入った,た、ねまあ、これはこうハイパイ<は>藤崎は一メンツ、純ちゃんのようなああ、でも柴田もいい。 ちょっと難しそう九万から前、ね、もペンチーピンが苦しいぞだいぶじちゃん寄りになりそう藤崎さんはうわぁいいシャンテンだもん、ね、さあ柴田が早いぞこれはだってサブロマン引いたらリーチのみでね、シャンポンでリーチに来そうじゃないですか八八、うん、8, 8シャンポンで,そうそうなんでまあ行きそうに見えますけど ああピンで文句なしだ文句なし,文句なしのいいシャンテンこれピンフのみのリーチもありそうですあただ一手代わりとかがある9ピン引きとかだけリーチかもしれないけどね、うん、サブローピン引いたときは数層で単葉がつくとか、うん、そういったことがありますねドラドラになったよ藤崎さんこれはなんとか上がりにただねもうあ3ピン先に切れたのは大きいかもしれない ここはもう柴田の天敗がもうまもなくですいやチーピン裏目か、うん、まあまあでも前田さんがねまあ、まあ、初出ればさばき手の構えなのではい三面ちゃんの天敗が取れる、はい、初はどこにあるんだどこにもない場にもないですね <laughs> これは初を引いてしまうかもしれないぞ3万。 先に切りたいまあねそうですね7<ー>ピンが芝さんの現物になってるんではいうんチン<と>も重ねてこれは9ピンのトヨタとュ9ピンはえっ、ー、と1枚切れかお、この9ピンもギリギリ間に合っていきそうだぞ、うん、さあ日頃のいいシャンテンですよねこれは3層あたりか さあきキピンっ残ってしまった,っししまったなぜなら通りそうピンズの上がねかなり場にヤ斯くてあ三色見たのかそうですね今あの六キピンの方が薄くなってきたんで、はい、もしかしたら総ず周り引いたら三色に切り替えあるかもしれないですね三面ちゃんを嫌っていくかもしれない、うん、あまあまあ一手割り三色ですこれも、まあ、天杯<敗>の闇点でしょう前田さんは きましたよ、きました、きました、藤崎。そして中国のポンテンだ、ポンテンだ、取れた。これはレアワンにするか、さすがに。さすがにねいや、関連マンもあるよ。うわ、あるある味、マジですか藤崎さんじゃなくて藤島さん。さすすがでねちょっと、勉強してきてくださいよ。だって、だってさ、だって今、さんの連チャン中だしさ。 いや僕も3ーーともいまし,たサンキュ嬉しいサンキューも嬉しいけどまあまあ2と5に爆強的な大差を感じたのかもしれない、はい、ちなみに2は1枚だけしかないんですあここ2枚か 2>、はい、5だったら5がね3枚あるあ,あしごろかむあでできるよどうするさ勝負点しちゃうわリーチいった,リーチ行ったすごい これねウーマンで報じなんてことがあったらね藤崎はもうちょっといやいやまずいですよそれはそれは今日一日がやばくなってくる、はい、本当ですね <laughs> いやーそして柴田も先手取られてまいましたいま田さんがかなり感触悪いですねあやめたやめたやめた相当感触悪いってことですねさあこれはお互い高打点前田5200藤崎7700ですどっち 今から、お見事でした。いやー、これはね、途中のね、手順がね。ごちゃごちゃしそうだったんですけど。見事一番高い形に決めてのつも上がりです,す,ごいですね。率も三色で二千三千九百は、二千二百四千百。藤崎がどっちに取っていても、おそらく同じ結果だったでしょうね。うん、うね切り替えが見事ですよね。最初はね、さばきてでいいと思ってたはずなんですけど、はい、前田さん。 日頃になった瞬間一気にこう勝負手という判断でリージへ踏み切っての相撲上がり、ね、いや A1 って感じしますね本当に今の上がりで原点復帰です前田一回戦はちょっと調子が悪いなんて言って大変失礼しました本当ですよ,本当ですよさあ一つ一つ気づけば原点割れてるじゃないか割れていると一局のね 戦、2戦から入ったんですけれども、うむ、うむむ、3色のが見えるけど、これは柴田、辛いですね、ウーピンの地位から入りましたよ、これはかなりさばきがすいてもらいましたね、一応ね、うん、これ、白が重なれば、本一なんでしょうね、うん、そうですね、そうです、そうです。 ただ、ポンペンが取れればもちろん、ね、トップ目ですから、手堅く。トップ目でウーピン、ウーピン、これ、チーしていいですよね、だめなんですか。<laughs> いや僕はちょっとマージャン的にはどうかと、<laughs> そうなんですか。<laughs> 藤島さんもチーしそうですよね。絶対チーなんだけど、はい、分かんない、なんだろう、A1 でもチーしていいものかどうかを今フーー、今、たいさんに聞いてくださいよ。<laughs> いやまあまあこの展望状況だったらね、やっぱ地位寄りなんだけど理屈の上では、地位する一定に思えますよ、はいはい、当然。あどらどらになった、だった,ただね、こういうやっぱ展開が待ってるんですよ、この地位には。難しい、あなるほど、ね、あ<ー>なるほど、などなかない、ちなみに、ローソーは泣きません。ん渡りを 白打つか三ピン打つかでしょうけど三ピンと白どっちが本一の渡りになるう一気にいった勝負手にしてしまおうと迷うぐらいだったら一気に本一いっちまおうと今この藤島さんとの違いですね喜んでローソン中ですよ9は僕も我慢しますよ6はもう単要に見えるだろってパーソン切ってるんですよ単要に見えないですよいやわかんないそれでも。 なんか相続上伸びてるパターンとかあるじゃない。六なら対応の可能性が一応残るから。で、町はいいピンとして。端で。単用と見せかけて。そうそうそう。なんですよ、これ。もともとだって、さばきてとして仕掛けてるんだから。いいかなと思う。でも、これを当然見てたわけですよね、しば。はい、そういうことだったと思います。さあ、ドラドラの藤崎。難しいな。こりゃまんか。 層払いのところから難しかったですけどね。一1、うん、さあ一ついこれは親はれんちゃんはかなり厳しそうです。んなんて言ったって手配が悪い。そうってことはチートイツの方向だけ残しつつうんうんだいぶ感触がないんですね上がりにね。 しか今、リャンマンがいっぱい見えましたからね、カンサンマンのじゃあ今度は。そういう判断ですね。でも、切られてしまう。前田さん、いいシャンテンになってるのか。そうですね。いいシャンテン。ただ、役がない。ローピン引いて。それで、いいシャンテン。 何はどこにいるんでしょうねいませんよ山ですか山ですよ 2>, 2枚とも2枚とも柴田の欲しいシャーとイーピンも全部山にあるこれはどっちが上がるか分かりませんよえ藤、ー、崎さんウーピンつもぎりにしたね うそうですね、パーピン切るか、ウーピン切るか。ああペイでちょっとバックか、前田さんはうん。柴田はね、ペーチャですから、全く引きませんね。引かない,ねいいピンが流れてくる。 ピンズはもう打たないですね。おそらく一つは原発両方打たない構えにしてますね。打てないですよね。これ九ピンは大丈夫か。九ピンはまだ切れそう。う前田さんも手配に勝ちなしという判断で、うんう今の嘘でかなり引き気味になります。あ、おい、ピン引,引いた。これは大きい。僕は四七ですここで。はい、違う違う勝ち位してるから。<laughs> 勝ち位してるから。上がりがまだありますま上がりがない。<laughs> はい。 藤島さんは上がりがありませんシャー引いちゃったポンだポンで2品3ピン待ちですよねおそらくははいでこれあれか3ピンだともう1個天板でするやつだね6400点ですかさあ柴田がここはかわしてではなく打点を見て 三ピン両ピンの天配、上がりそう、上がりそうだね。意外といないのか。またドラ持ってきたときにねどうするか。三ピンなし両ピン一枚だけ？上両ピン一枚だけか。E 数ピンもこれ E ピンが全部持たれてるんで、数ピンが、数ピンはありますね。三枚ある。うん二枚か二枚ある。 で、何が二枚なので。うん。藤崎さん、まだ上がりがあるね。はい。上田さんはもう完全にやめてる。白も切っていく。これは現物か。ピンピンさあ、もう、街は。買え,える範囲は何ぐらいしかないですね。ですか。なんでも、次の順目あたりは。もしかしたら、つもぎるかもしれない。藤崎の様子がどうか。 ウシャーも切ってきてますもんね、んんねこれちょっときは打たないかもしれないですね。藤崎さんが攻めてきてるのは芝、い、さんは分かってる。おそらくドラは藤崎さんにあるという読みはあるんじゃないですかね。はい、となると、この順面はもう3ピン切りになりそうですね。 どっちにする ?33 までリーチかまでリーチャい,いるか ?1。バイチバゼロバイチ,チか 2> 2枚。2枚山。2>, 2, 枚 2, 枚 2, 枚2枚山。枚対2。これもね。1対2です。1000円パイ。1000円パ1000円パイ。1000円パイ。1000 三万っていうのはちょっとでも2万早い分まあ千元杯六万とはいえ2万早いのとその2万がね場に三枚切れてるんで読み筋としてはちょっとこう本線ではない感じなのでしばさんは結構打っちゃうパターンですねって決して通ってないですけどね,ねさあいるぞ三万2枚あるだこっちかよ嘘でしょー これはきつい無理だよこれはきつい藤崎さあ藤崎もうなんか昇天している無の境地に入っているぞこれどうするかな柴田さん降りるああまあでも3ピン打つじゃないですかワンチャンスでそんなことしないでも絶対ドラドラっぽいですもんねーんチーマ万は絶対打たないよね1万打たない気がしますね3ピン打つかか抜くか 龍波も安杯じゃない短期待ちが一応あるからあれだけど、ね、まあまあまあ、ねまあ、ほぼなさそうということでり、ね、ました柴田これはやっぱり藤崎のブランド力ですねいやまあこれはでもこの順目にリーチ来る以上はほぼどのリーグでもドラドラですこれはそれは分かんないじゃないですか <laughs> <laughs> 俺知ってますよみたいな雰囲気出してますけどいや,いやその前のねあのウーピンから仕掛けに対して強かったんで、えーまあ、そうかもしれないけど特に藤崎だから間違いないっていう感じですけ、ねはいまあ、どね、はい、いやーでもね今シャンポン屋見てもなくはないですもんねなく,な,なくはないけどそう、ね、な,いないんじゃないないかドラが生きてるなんてわからないですもんね でね、無理だね、はい、だからほらカン・サンマンとカン・チーマンの選択がどうちあったじゃないですかありましたあであれもね意味合い同じにできたんだよな,なんかあそこで8万置いてあって、うん、カン・チーマンにする似たような革でさカン・チーマンのリーチが打てた場合にはい、はい、チーマンをほら芝さんがキャッチしてたから筋になってますもんね、うん、その時は。 そう,そうなったらまたね、はい、どうなってたか全然わかんなかった、ね、さあ懲りずに仕掛けていく柴田南三極は一本場協託が1ドラは9万となっておりますちょっと古橋さんはい一つ一さんがラスになっているちょっとうそですどういうことそれはラスですね12000引いたのに、ね、12000引いただけですからね、はい、かでも C リーグだねやっぱり今回は悪くないですからこの間リャンマンを切っていく柴田は一人でねもうやりたい放題ですよやりたい放題ですねやっぱどちらかというとね他3選手は結構どっしりと構えるいイプなんでそうなんですね ただ一応ね、これもドラが浮かしてて、はい、勝負手、ルートを残してるんですよ親番で E マン重ねた時と同じようなそうです、ね、手配ですよね、まあ、これは。重ねなくても、まあね、カンパーマン引いてからチャンタなんかのルートがある3級のルートもありますね3級、うん、ルートがあるんでなんなら9マン重ねたらチャンタとドラドラで7700ルートもあるますね。 とということでね、うん、意外と仕掛けやすい対しではありました一ついさんがここで6チップは見切った見切りましたね、まあ、どっちかというとしごろの方が見切てきましたね さあ、いいところ引きましたよ、藤崎。数走は。ああ、チーしていく。ね、そして三層切り。あ、九万入ったよ。九万が入った、ドラの九万が流れてきた。さあ、こうなれば、三千六千まで見えます、一つ。まずは、ウーピンあたりを引いていきたいぞ。うん 数ピンかスーピンを引きたい、うん。って思うのかな、やっぱり打点の人は。僕,僕何,ピン何が引きたいかって言ったら僕はチーピンを引きたいんですけどチーピンはね、<laughs> もう、まあでもリーチいきますもんね。<laughs> はい、3球は大きいですから、この局面はチーピンの方が嬉しいかもしれなまさん。はドラを切切ららないい構えにしたチーピンが続々と切られていく チーピン2枚切られるっていうことはもうサブローマン引いても1つい天敗取らずがあ3枚目切られちゃったちょっと天敗取りたくないですね4枚目切られちゃったいやこれは取らないに変わりますけど、はい、もうパーピンですよねこれはパーピンになりそういや、しごろももう見ないかチーピンがないですからねまあまあ今、レ両面ターツが1個できたって判断ですね、はい、パーピンの縦がちょっといいという判断ですか。 柴田ちょっとそろそろドラを切るかという間に見えますここで切っていくああもう十分、うん、十分警戒させたのでってことか安全度重視これはねでも天敗に見えますよね、うん、でもちょっと間があったんで、ね、間がありましたその間をどう取るかとかもちょっとあるかもしれない、うん はまだリアンシャンテン前だねイーシャンテンまで来てますよ、ね、藤崎もこれで<お>天敗は取ってや闇点カンパーマンです積もれば上がることができるうーピーピンーアちょっと痛いなしかもスーピンが2枚山にいただけに一応これはワン、えー、イーシャンテン酸素っていく 前田パー1が打ちづらい,いということですね,ですねはいこの点数状況宝珠、えー、も嫌だというようなパーピン切りに見えますしかし前田さん柴田はまだ点ンパってないんですよまあ9万切りに間があるとウッパー1がやっぱ一番打ちづらい球になるかもしれないで前田さんは1000点でも今ね1本馬なんで減、はい、点割れしちゃうそうですよねおどうするさあ ドラあるかな藤崎は現状沈んでますからねドラが場に1枚しか見えていないならば、うん、あるねこれドラ短気あるね、まあ、もちろん安全度で9万売っての闇点続行もあるし 2>,、はい、2万切っての闇点続行もなくはないですね9万切っての闇点続行だ安全運転藤崎 まあこの展望状況だとリーボーも1本もちょっと痛いかな、ねえー、痛い、うん、これで役割に変わるぞフリテ点かでもフリテ点だしかもスーピンはチー点が入るースーピンはースーピン無筋かローマンも無筋ですね最終手出しの6万をどう見るかともうやめたまあ復活も狙ってますよねそうですね 月でさあ柴田天杯が入りましたよ、イースピン藤崎のこのね、ローリングもなかなかできません、でねうん、でマンズが結構横にね、広いですから、しかし、しかし、しかし、柴田、300、500です。 で300、500は400、600の上がりで、今日タクも回収してトップ目でオーラスを迎えます藤崎の親番です。前田もなんとか600点、えー、原点を守っております。藤崎さんの選択がね、結構かっこいい選択に見えましたね、はい、あれはね。そうですね。簡単にスピンを打たない、うん、ローマンを打たないと、うん、あれ。 ドラ、ドラ、言ったら来た、<laughs> すごい力。<laughs> ドラが1枚あるので、ドラ頑張りたいですね。バーマンからか、初からか、は、バーマンから、柴田。いいうわ、カンパーティーまったらいきなります、すぐだ、これは。一1つい、ペーガンコだけ,だけです。<laughs> あ前田,は前田さんは初が統一なんで。 これは仕掛けるかあもう動くありますねあ、E1? U-R でしょいやいやさすがにで動いた前田動くな前田が動いた <laughs> 山が動いたぞ上がれば<あ>ウキキープねこの形で発を鳴くのが前田こういう点数状況でしか見れないですから、うん、そうですよね皆さん結構貴重なものをご覧になってますただ芝さんいいシャンテンだ、うん、芝生さんこれ リーチきますよね多分あ<ー>6-9マン残りとかはよ、ね、役なしの場合はあると思うしかもねあわよくば一人行き狙えるはい一錐さんが今チュン重ねましたねラスなんで多分次あたり前田さんから打ち出されるチュンを一錐さんも多分泣きそう<ー>おっとって進んだ一番いいタイミングで泣けるかもしれない、まあ、原点行かないけど三着に浮上すると いうことですよね。ですねいや、ここで言わんか。ああ、ちょっと。メンツゼロ。ですからね、メンツゼロは厳しい。柴田がだっても、うこれ天敗は間違いないような形ですから。うん、さポンテンまで来ました。こうなるとね、三アンコウで。おお。原点復帰もあるんで、ワンスルーどうでしょう。うしないよ。藤島さん,すすん。藤島さんはしないの。知ってますよ。いやすやだ。じゃん耐えてみましょうよ。 え、ルるするするかな。すると思います僕は。え？僕はすると思います。すはい。あ、何だった。<laughs> またでない。なんからな <laughs> んか。なかなかテンパイ入らない。う,ーうわー、ね、自分で引いた。これは。点ですか。 リーチ,チュン残にでも浮かないから闇点で積もった時だけ浮く、はい、ああでもリーチいったリーチ行くああまあでもね押さえつけておいてそれはあります別にどうせリーチ棒出してもねはいラスはラスなんでラスラスなんでってことですねこれねドラが数万なんでウーマン引きの,時のあでもウーマン切れてるんですね3枚ウーマンが3切れ6万がいいっていう判断もありますか,かこれはこれはあるんじゃないですか66、うん、シャンポンで全部ある 藤島さん素晴らしいですね全部ありますよシャンポン6と6のシャンポンが全山全山あんまり効かないねいやこれはこれは応援したくなる積もったらトップまではいかないけど2着ですよ<着>さあ1つ1回戦2度目の三安攻天杯 前回は1枚でした今回はなんと4枚もあるこれ前田がねチューン打っててねスルーした後のこれだったらさらにいいんですけど,けど、ね、多分僕はスルーしたと思うんで、うん、そうした手にしましょうそうした手にする、はい、前田さんは安牌がないんじゃないですかないのでワンチャンス休め切り、ね、これはもう行きます。ね藤崎も 柴田さんは1万8000打っても原点なんですけど8000打つと3着いやーやめそうですけどねやめ方問題かうん一ついい 6と6のシャンポンはまだまだ全部ある三崎さんも5と7の五、ね、のシャンポンは、ね、3枚,3枚ああこれで2枚 2>, 2枚に減ったけど来れば全然勝負手全然勝負手ですね凉層も凉層もありますね大丈夫です これドラ、ドラねこれウーマンがもう見えないんですよ。いやー、相撲ももともと厳しくて、いや、筋のチーピンか、<coughs> まあ、当然、ドラ打ち抜くもある、あります、ね、打ち抜くもある、あるいや、チーピンかな、いや,いや、でもなー、マンズ周り打っちゃってるから、2活は難しいんですよね、リャンウーマン両方打っちゃってますから、でもかこれ一旦チーピンだ。 振り手のレアン1とかはもし出たらもし出たらね1位とかはするとは思いますけど、ねはい、いるか、いた !1 ついここは3アンコウ決めてきたリ <coughs> ーチツもチュン3アンコウで2千4戦で1ついが2着浮上となりますいやーお見事でした、えー、1回戦はトップから柴田1つい 前田、藤崎という並び、以上並びで1回戦が終了しております。引き続き2回戦です。